あれは。付き合ってなんとか急所にぶち当てて。先輩、お前ら、あれに擦れるダメージを与えることはできません。俺らに任せてくれ。なんとかなったか。かなりの相手でしたけど。ざまあ見ろってね。寄りやがったのか。元に戻るわ。戻ってきたか。って、ここは。記念公園の一角みたいですけど。なんで蓬莱町からここまで移動してるのさ。どうやら地脈の揺らぎの影響を受けたみたいね。出現座標の変化、そう珍しいことじゃないわ。そういうもんなのか。さてと、説明してもらおうか。さっきの場所に化け物ども、
どうやら一通りのことをお前らは知っているらしい。洗いざらい喋ってもらおうか。高畑先輩。まあそうなるよね。疑問はわかりますが。ちょっと待って、柊。イレイズ。何のつもりだ。聞いてないのか。よくわからんが、力ずくのつもりはねえ。ただ俺は知りたいだけだ。秋広や他のメンバーに一体何が起きてるのか。ブレイズを束ねていた元リーダーの一人としてな。やっぱりそうだったんすか。まあ状況を考えたら予測はしてたけど。いいでしょう。必要最低限にはなりますが。異界か、それに怪異か。いきなりは信じられないかもしれませんが。ま、あの世界を目撃したらある程度は実感できるんじゃない。今回気になるとしたら、あの秋広ってやつが自分で異界化を起こしたことだ。柊、そんなことが可能なのか。可能性はゼロじゃないわ。ごく稀に異界に迷い込んだ人間がある種の力を手に入れることがある。それらは大抵の場合、異界の力に見入られて自らの破滅を招くケースが多い。ブレイズリーダー乾秋広、おそらく彼の例外じゃないわ。そいつは、あいつが噛み砕いたオレンジ色のタブレット。ブレイズが暴力事件を起こしたいくつかの現場で見つけたものよ。おそらく異界に関わる何らかの危険な素材を調合した薬物、異界ドラッグとでも言うべきものでしょう。異界ドラッグ。ち、関わってるどころか真っ黒だったわけか。それだけ分かれば十分だ。ちょ、待ってくれ。この上まだ関わるつもりですか。昔の仲間が得体の知れないドラッグなんぞに関わっている、そんな話を聞いてケツまくったら、あいつに顔向けできねえからな。それって教えてくれて助かった。この借りはいずれ返す。お前らもあんまり無茶はするんじゃねえぞ。頑固っていうか、体育会系極まれりっていうか。でもちょっと気持ちはわかるかも。私たちでなんとか力になれないんでしょうか。どうやらいろいろとこだわってるものがあるみたいだ。俺たちは俺たちで今は動くしかねえだろ。ええ、かなり状況も整理できたわ。明日はブレイズの動向も含めて今後の方針を固めましょう。
昔の仲間が得体の知れないドラッグなんぞに関わっている。そんな話を聞いてケツまくったらあいつに顔向けできねえからな。